阪神岡田監督、激怒、情けないチームやのう。阪神の岡田彰布監督は試合後、近本浩二外野手が大量リードの9回先頭で右脇腹に支給を受けたことで、情けないのう。2年連続優勝のチームやしのうと怒りをにじませた。そういうチームなんやろ、呆れるよなぁとバッサリ切り捨て、高津おらんかったな、ベンチにと相手ベンチを見ていたことも明かした。試合後も三塁側奥のクラブハウスへ歩いていく際には、一塁ベンチを気にしていた指揮官。近本は病院に行って診断を待つか?の問いに、そらそやろと語った。近本は7月2日に右脇腹に支給を受け、右肋骨骨折で離脱を余儀なくされた経緯がある。優勝争いを演じており、大量リードの9回に支給をぶつけられたことに怒りを隠そうとはしなかった。語録が増えた。めっちゃキレてるで。こんくらい言わんとあかんわ実際。もう公認殺人球団だな。さすがドン様。今日に関しては死ぬほど言ったれ、さすがに舐めてるわ。どんでんキレキレやな。そら腹立つわな。高津逃亡で草。そそくさと逃げた高津ほんとやべえわ。ハイタッチの後、相手ベンチ見てたんそういうことか。かつてないほどキレてるやん。梅野の時もそうやったけど、3戦目に当てるのが確信犯だよな。あんなタイミング明らかに恋だからな。もっと言え。戦術に地球入ってるからな、ヤクルトは。そら7点差の9回にインコース攻める理由なんか一つやしな。ボロ勝ちしてたら当てに来るってすごいよな。わざとって一緒にプレイしてたら大体わかるのよね。ほんまの事故の時は揉めたりせんよ。大どんでんかっこいい。こういう人が必要やわ、今のプロ野球で。岡田のキレ方しっかりメディア使うからいいね。試合後のドンコネは影響力ありそうやからな、今の時代一番効く攻撃やろ。どんでんもっと言うてえぞ、高津をピキらせろ。もうヤクルトの選手が支柱で壊されようと全く同情できないよな。ヤクルトの新しい別称できたやん、そういうチーム。今日は田口は敗北の舞踊ったん。阪神7-1ヤクルト、そういうチーム。これは言われても仕方ない。